がアンパンくん、園に着いたわよ。朝のご挨拶をしましょうね。はい、先生おはようございます。はい、朝登園したら自分からちゃんと挨拶して偉いですね。ほらバイちゃん、急いで急いで、もうね、札もちゃんとつけなさい。へい、じゃあ先生お願いします。はい、バイくん、おはよう。くるスタ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 、ちょっと無視ですか、ご挨拶は。クキンちゃん、新しい上靴になってる。そうなの、スズメのシューズママに買ってもらったんだ。ちょっとちゃんと挨拶しなさい。悪い子は挨拶をしない。自分からおはようって言うと素敵だよ。発表会の練習、じゃあ皆さん次は発表会に向けて合奏の練習をしますよ。はーい。富士山のトライアングルと鍵盤ハーモニカ、どちらがいいですか。じゃあ僕はこっち、俺様はハーモニカ。はい、メリさんの羊、うんち、メリさんのうんちは臭い。ちょっとみんなで合奏してるんだからちゃんと合わせてください。いやでもねーで、ぷっぷぬぷー、悪い子はおふざけしてみんなの邪魔をしちゃう。工作、うんしょうんしょ、次は工作だから机を準備するぞ。椅子も持ってきたエビ。はい、それでは折り紙を配りますので好きなものを作ってくださいね。とんかつは緑の折り紙で雑草を作ったよ。ペンギンはとんかつの折り紙でエビフライを作っちゃう。貸していいよ。うんうん、みんな仲良く作ってるわね。壊さないでよ。うん、この声は、ママどうしたんですか。ママくん、最近は僕の作品壊した。バイキンマンダメでしょ、なぜそんなことをするの。だってアンパンマンが偽つむりのテープ貸してくんないから、もう貸してやる。あら、悪い子は勝手に物を取ったり壊しちゃう。貸してといいよが言えるといいね。お昼ご飯、お弁当、お弁当嬉しいな。はい、ではここでクイズよ。ご飯をいただくときのご挨拶は何でしたっけ。みんなはわかるかな。チクタクチクタク、正解はいただきます。皆さん素晴らしい。わかった子はグッドボタンで教えてね。俺様は言いたくないから勝手に食べちゃおうと、パク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 。あー、ダメだよバイキンマン。悪い子は挨拶せずに食べちゃう。食べる前にはいただきますって言うっちね。ブロッコリー嫌いだけど頑張って食べるぞ。まずい。でもブロッコリーは体を強くしたり大きくしたりする栄養のことだから頑張って食べるぞ。今日ほうれん草入ってるじゃん。俺様嫌いなんだよね。もう嫌だから机の中に隠しちゃおうっと。しかも母ちゃんウインナー入れてくれてねえし。お、アンパンマンのやつは入ってんじゃねえか。取っちゃおうっと。アンパンマンのウインナーもうれい。ああ、僕のウインナー返してよ。あらあら、もうまたバイちゃんがやったの。悪い子は好き嫌いが激しくて人の食べ物も取っちゃう。お話の時間、よいしょよいしょ、紙芝居の準備をするわよ。はい、みんな集まって。なんだなんだ、何が始まるんだ。じゃじゃん、紙芝居ですよ。どんな話かはお楽しみ。それじゃあ始まり始まり。昔昔いるところに、うん、みんなおへそが先生の方を向いててとってもいい子に聞けてるわね。って、あれ、バイちゃんの姿が見当たらないけどどこに行ったのかしら。へい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 、ブーブーブー、ちょっとバイキンが見えないよ。そうだよ、せっかくみんなで聞いてるのに邪魔しないで。こんなくだらない紙芝居よりも俺様を見てる方がみんないいだろう。
人がお話ししてるときは目を見て静かに聞こう。外遊び。わーい、何して遊ぶ？あたちはこれ見せる。トカゲのお母さんの滑り台、すっごく楽しいよね。じゃあ僕たちはこの象の滑り台で遊ぼう。いいね、賛成だペン。あら、いいわね。ちゃんとみんなで遊ぶときのルールを守ってね。はーい。みんなで仲良く順番番順番番。それじゃあ行くよ。シュー。わー、楽しそう。僕もシュー。みんなでルールを守れるととっても楽しいわね。よろしくお願いします。それじゃあまたね。バイバーイ。